さあ始まりました、石井一成です。石井田中です。マネーチャンネルです。お願いします。今回は、2人で ある選手について話していきたいと思うんですけど、はい、ある選手とは、まあ、名崎からちょっと紹介してください。はい、以前コラボさせていただいた、ボクシングの WBA の、世界ライトフライ級チャンピオンの京口選手のちょっと試合で、京口選手にはコラボでいろいろレクチャーしていただいたんですけど、11月1日火曜日に埼玉スーパーアリーナで、WBC 世界ライトフライ級王者寺地拳四朗選手と王座統一戦を、行うことが決まっています。はい、僕めっちゃ楽しみなんですよ、個人的に。いやいや、もうね、日本のみんな、世界のみんなが多分すごい注目しているカードなんで、まあ、今回その試合の予想だったり、対戦相手の情報だったり、いろいろと僕たちなりに語っていきたいと思うんですけど、まあ、僕たちもボクサーではないので、確かに、はい、僕たちなりに語っていきたいなと思います。ファン目線です。そうです、はい、まあ、ファン目線ファン目線ボクシングもすごい見るんで、しかも階級も近いというか、そうです、そうです、軽量級なんで、しかもやっぱ京口選手はまずですけど、一度やっぱ拳を交えてるんで、その時にやっぱ強さを感じたんで、楽しみです、めちゃめちゃ。11月1日火曜日に埼玉スーパーアリーナで開催される4人同士の多団体王座統一戦は10年ぶりの2度目。10年ぶりなんですね。10年ぶりってすごいね。前回は WBC 日本級王者井岡選手と WBA 王者八重樫選手、まあ、これはもうちょっと見てました。10年前、いや見ました。何歳ですか？僕は11歳11歳です。僕が14歳か。いや、だってその試合僕めっちゃ覚えてます。本当に俺も覚えてる。八重樫選手が顔を腫れてたけど、最後までなんか男を感じてた。めっちゃ感動しました。京口博選手、28歳の大阪出身、渡辺ボクシングジム所属で戦績が16戦16勝無敗、 11KO です。 11KO やばいね。 11KO はやばいです。しかも階級が軽いじゃないですか、うん、階級すんだけで予想できる。身長が162センチ、リーチも162センチで、まあ、右構えのオーツソックスで、で京口選手は WBA のライトフライ級の王座を今4度防衛中です。はい、11秒ってすごくね。いや、やばいです。ていうか、俺の勝手なイメージはまだ16戦なんだもん。ああ確かに。いや、もうめっちゃ古いイメージはあるけど、意外になんかプロデビューは遅かったっていう。2人のリーチはどんぐらいですか？測ったことないですよ。僕は前回のライジンで測って167センチでした。頑張って伸ばしたら。そうです。最初まあ、僕身長165センチじゃない、まあ、4.8 ぐらいなんですけど、165センチで、でこれやったら、まあ、テックスにこれでやったら163センチって言われて、でちょっとなんか身長よりリーチ低いのなんか嫌だなと思って、あんまこれってリーチ長い方ですかってその人たちに聞いたら、いや、多分そうでもないみたいな。じゃあもう一回やらせてくださいって言って、大きい伸ばして、167センチでした。大体だから身長とリーチは多分同じぐらい。まあ大体そうっすね。寺地拳四朗選手、30歳、京都出身の BMB ボクシングジム所属、身長164センチのリーチが162センチ、戦歴が20戦19勝1敗11 KO のオーソドックスファイターです。で、WBC ライトフライ級を、8回防衛してるんですけど、矢口選手に一度ベルト奪われて、その後、今年の3月に、KO で勝って見事返り咲きに成功しています。8回って結構君臨してたっすね、うん、じゃあ、うん、でも1回しかも同じですけど、同じ階級でずっと勝ってたんでね。実は2人は2012年か2013年のアマチュア時代に4回戦ってます。あ、4回 ?4 回やったんですね。で、その当時の、戦歴が京口選手の1勝3敗なんで、負け越してますね、アマチュア時代は。で、昔からの知り合いで、まあお互い多分意識してた関係ではやっぱりあるみたいですね。でもあれですよね、絶対アマチュアのリングでこう対峙するのとプロのリングで対峙するのと全然違いますよね。だからまあ
4回やってるって言っても、まあ、プロでやるとまた展開絶対変わると思うんで、はい、でアマチュア時代その試合したことあるっていうのは知ったんですけど、4回やってるのは確かに知らなかったです。自分は4回ってすごい、だからお互いだから上がってくるからじゃないですか絶対、うん、森戸崎選手も4回やってますけど、やっぱ意識しますもん。4回やってたらそうですよね。でもなんかちょっと仲良く なれそうな気がする。まあ普通にプライベートで喋るんですけど。あ、個人的には、まあ本当僕個人の意見なんですけど、後半京内選手どんどんこう調子上げてくるイメージがあるんで、後半にこう前半結構健二郎選手早いんで、この動きがまっすぐ系のストレートとかがジャブとかストレートついてる、うん、前半はこう健二郎選手が良くて、後半は京口選手がいいのかなっていう、その動きに順応してきたりこう慣れてきたりして、うん、でまあプレッシャー詰め出したら京口選手なのかなとは僕は思うんですけど、うん、いやでもマジでめっちゃ楽しいです本当に。早く見たいっす。いや緊張するね。いやしますね。ちょなんかこういうその本当世紀の一戦じゃないですか、この試合も。そういう試合ってファン目線も緊張しますよね絶対、うん、いや今回は俺も緊張、本当は今回見に行こうとしたんですけど、僕もあんまり格闘技の試合招待とかされなしていただくことは結構あるんですよ。自分でこう見に行く試合って本当にあんまりないので、今回でも本当に絶対見に行こうかなと思って競技選手にも言ってたんですけど、試合が12月に決まったんで今回行けなかったんですけど、それぐらい見たい試合でしたね。ただお互いプレスがすごい強いんで、強いですね。で健志郎選手はどっちかっていうと速いステップで、で競技選手はステップでもうじわ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 来て、でもなんかさっき言ってたように前半こう健志郎選手がスピードをほとんど上げていって、競技選手がそれをこうしのいで、接近戦は絶対競技選手 のボディとかもかぶせ気味のフックというか、バンバンってこうなんていうかドラゴンフィッシュブローみたいな初めの一歩で分かる、はい、あれがもういつも大体あれでこうすごい当てて倒したりしてるんで、まああれがあとボディがすごいやっぱ強いから、どんどん削り合うとじわじわなんか最初のペースの掴み方ですよね、健志郎選手の。競技選手がどうやっていくのか、お互いがこう前半はあえてこう温存していくのか、後半取りに逆に一番ダメからお互い倒しに早く終わらせるのか、絶対にこう多分お互い負けれないっていう意識してるんで、すごいこう綿密に1ラウンドから12ラウンドまでの作戦が立ってると思うんですよ。だからなんかボクシングって本当にすごいらしいよ、こう12ラウンドだったら、はい、こうそのラウンドごとの作戦がすごいあるみたいで、ていうかこう自分できる体力がすごいよね。本当ですね。5ラウンドやって僕たちはバーンってなって12ラウンドですからね。だって健志郎選手と矢口選手のさっき試合もちょっと見たんですけど、もう3ラウンド目ぐらいで矢口選手結構きつそうやったもんね。あんだけプレスかけられて、見てる方もきついっす。2回目の、はいはいはい、だから見てる方もこう見てるけど、こうあんなにこうプレッシャーかけられて嫌だろうなっていう、でもお互いこうかけるから、多分それもまあ作戦なんですよね。それも、うん、1回目と2回目で全然やっぱ展開違ったんで、うん、多分2回目はもうプレスかけて矢口選手がやっぱリーチ長いから、うん、やっぱそういうもう本当プラン一つで多分展開変わると思うんで、どういう本当両選手が作戦で来るかで展開が変わると思うんで、はい、こういう試合が組まれるっていうのはやっぱこうお互いこう満を持してもうこれしかないっていうカードが、うん、お互いこうちゃんと付けられてきたのがすごい面白い試合になります、ね、でまあその2人の統一戦あった後、はい、12月に、はい、井上尚弥選手、はい、ありますもんね、アンサス大統一戦、あれそれバトラー選手ですか、はい、それもやばいですよ。いややばいですね。もボクシング界もそ今すごい多分そういうビッグマッチが、まあ、日本でももちろんそうですけど、海外でもすごい試合めちゃめちゃ組まれてるんで、最近僕はもうボクシングファンとしてすごい見てます。でもやっぱあれですね、コラボしていただいた京口選手に勝ってほしいですね。まあ、はい、頑張ってほしいです。そうですね、はい、
そして京口選手と寺地選手の統一戦は、11月1日火曜日 Amazon プライムで、はい、生配信、独占生配信されるので、正規の一戦皆さんもぜひご視聴ください。めちゃめちゃ本当もうハッてなっちゃうので楽しみで、もうすぐよ。いや本当ですよ、もうすぐですよ。はい、皆さん一緒に楽しんでいきましょう。ということで以上ナイナイチャンネルでした。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。